さあまずは第1投目も綺麗なスローでした。まずはロングエリアからスタートを切ります。さあこちらが1番の24の持ち点です。さあ第2投、これも決まりますね。さあこれも同じくロングエリアになりました。第1ランの24を持っている岩村さんとの付け立ち目。さあこれが第3投目です。折り返し点の30秒経過。ああこれもいいでしょう、決まりました。ナイスキャッチだ。さあこれでロングエリア3本目ですね。お見事。残り時間21秒17、16秒となって、さあこれもいいんじゃないでしょうか。決まりました。これはミドルが入っています。残りは10秒、そして換算が入って6秒前5、4、3秒となって、これが最終投球。さあまたここはロングに入りました。岩村さんたち2つは見事5投パーフェクトです。そしてポイントの方は37ポイントを追加して、トータルは61ポイントです。はい、スーパーでした。お疲れ様でした。